大津市今片田にて、琵琶湖大橋交差点から北を望む、高島市長田にて、北を望む、滋賀県道558号高島大津線は、滋賀県の一般県道である。ほとんどの区間が、国道161号の旧道であり、バイパスが完成につれて旧道がこの県道に変更になった経緯がある。大津市流が先交差点から、 大津高校交差点にかけて、リバーシブルレーンが導入されている。京阪京新線との併用軌道区間を有し、道路の中央部に、特例で認められた、全長66メートルの電車が乗り入れる。1952年の現行道路方向府に伴い、滋賀県唯一の二級国道として二級国道161号、鶴ヶ大津線が指定された当時は、 舗装が完備している区間はわずかであり、観光バスが砂ぼこりを上げるため沿線の家屋で窓を開けられない状態になり、トラックが通過することで標土が掘り返されるなどのありさまだった。この時、旧滋賀町の区間では、ワニ村の約300メートルが舗装されているに過ぎなかった。当時管理していた滋賀県は国道161号の改修工事を実施し、 整地作業が行われることになった。旧四賀町の区間では1958年7月に小松地区の660メートルで舗装に着手し、同年10月に完成した。ついで、1959年9月には木戸地区を中心とした4.5キロメートルが完成し、昭和30年代には国道161号の整備が完成した。和二地区では既存の道路が狭く、 高和化鉄道との踏切もあった状態だったため、小岩にバイパスが新設された。旧大津市域でも大本、下半本、小花川、観音寺などで交通渋滞を避けるために、集落内部を通る道路に対して、振動の建設が行われている。特に観音寺と浜、大津を結ぶ道路は急カーブが3つあり、交通の上で重大な障害となっていた。 1958年には、市街地から外れて、第二琵琶湖疎水の上に加強する計画が立てられたが、京都大学理学部附属臨校実験所が、予定路線上のあって、適切な移動先が見つからず、小花川橋として加強が実現されたのは1963年6月だった。こうした改良があったものの、国道161号の渋滞を解消するには、 さらなる抜本的な対策が必要となり、西大津バイパスなどのバイパス道路が要望されることになった。1965年、1978年3月1日に、大津市際川二丁目浜、大津間で、近畿で初めてのリバーシブルレーンが導入された。1992年4月1日、国道161号高島バイパスが、 市街地の東に建設されたため、旧国道から県道に移管された部分が、滋賀県道558号新朝日高島線となった。2007年3月30日、古西道路と並行する国道161号のうち、大津式戸から今方だが、滋賀県に移管され、同区間を編入して、滋賀県道558号高島大津線に名称変更した。 2015年4月1日、滋賀バイパスに並行する国道161号の 6.6km が滋賀県に移管され、同区間を編入する。2017年4月1日、湖西道路と並行する国道161号のうち、大津市今、片田二丁目、下半本6丁目間の 7.3km が滋賀県に移管され、同区間を編入する。 2018年4月1日、西大津バイパスと並行する国道161号で、大津市下半本6丁目大阪1丁目間の8.6キロメートルが、滋賀県に移管され、同区間を編入する。高島市大津市。ありがとうございます。